こんにちは。今回もまたバイノーラルマイクを使ってるんですけれど、さすがに今回は大幅に音質が上がってくれたんじゃないかなというふうに思います。と言いますのは、これ今までね、そのバイノーラルマイクの動画を見てくださった方に、ちょっとお詫びなんですけど、マイクの取り付け方法を私間違ってまして、要はマイクを内側にどうも取り付けたということが分かりまして、それであれば当然音もこもっちゃうんですよね。でその向きを変えたっていうのが、まず一つ改善点というか、正常な使い方にようやく戻したっていうのが一つですね。それから IC レコーダーの方もこの際ということで新調しまして、今までズームの H1 と呼ばれるもの、これの旧型を使っていたんですけれど、これを一挙にタスカムという、ティアックって言った方がオーディオの詳しい方はピンとくるかもしれませんけど、これの DR100 マーク3って言われている、プロ用と呼ばれているものですよね。これに切り替えたので、それは相当変わるんじゃないかなというふうに思います。でこの機種にした理由なんですけれど、比較対象としてはやっぱりズームの上位機種っていうのもかなり迷ったんですけど、要は一番のポイントはズームさんのやつっていうのはマルチトラックなんですね。要は同じような価格帯のものがやはりあるんですけど、何チャンネルも同時に録音できるということが非常に売りなんですよね。ということは、これは例えばバンドですとか、そういった方にこう向けた最適化っていうのはされてるんだろうなというふうに推測されるんですけど、一方このタスカムさんの方はもう純粋に2チャンネルですね。なので要は生録用っていうんですよね。そういう用途向けに設計をして性能を高めているということからすると、同じ価格帯であっても2チャンネルのこういった動画に伴う音声の記録っていうことで使うならば、性能は高いだろうというふうに思えるんですよね。実際 YouTube とかに上がっているものも確認してみたんですけど、やっぱり圧倒的にいい感じがしたんですよね。そういうこともありまして、今回この新しい機種を導入して、その上で改めて立体音響ですねっていうものをチャレンジしてみたというのが今回は初の動画ということになります。それに伴って運用の面でもいろいろ、今動画編集ソフトはダビンチリゾルブっていうのを使っているんですけど、音声の動画のファイル同期を取らなければいけないんですけど、これがいろいろ調べて使っていくと非常に簡単にできるということが分かりましたね。要は素材を取り込んだ後に右クリックをして、その素材が溜まっているところのエリアを右クリックして、そして同期っていうのを選んで操作をすれば簡単に
動画のファイルの中から音声だけ差し替えてくれて、でズレもないっていうことなので、思ったより簡単なんですよね。これであれば、まあ、特に 3D 云々ではなくても、まあ、基本別撮りにしてサクッと置き換えるってことができそうだなっていうことが、ちょっと今回のことで逆に分かったっていう感じですよね。あといいのが、複数のファイルも同時にちゃんと選んでやってくれるってことですね。なんでこれが分かったかって言いますと、GoPro で撮ってると、これ 4GB の容量を超えると分割されるんですよね。ずっとだから こちらとしてはオンオフせずに撮り続けていても容量の関係で複数ファイルっていうふうになるんですけど、そして音声の方は1個のファイルというふうになっているときに、これも一括でやってくれるということが可能だと分かりましたので、このダビンチリゾルブを購入する前にプルーラルアイズっていうものを、これは同期だけのためのソフトで、まあ、日本のところから買うと4万円以上するんですけど、それも持ってるんですけど、どうも、の、撮ってる限りだと、精度的にも、ダヴィンチの方が、良さそう。結果ですね。で、今、ダヴィンチよりは、スタジオっていう、有料版使ってるんですけど、まあ、これの価格自体が、フリューラルアイズよりも安いんですね。比べてみて、この機能のありがたさっていうのが分かったっていうことですね。そんな体制でできました。これはかなりまだ戻ってきた時なので、部屋取りとかは少ししてみて、感触はいいのは分かりましたけど、この街の中でいろんな複雑な音が出ているところでどのくらいのものかっていうのは、実際私もまだ自分が撮ったものに関しては見えてないんですけど、非常に楽しみですね。 GoPro は GoPro で、ダビンチの方でかなり修正をかけて、ただ撮ってそのままで編集するよりは、はるかにコンピューターの処理をしてそこそこ綺麗に書き出せるっていうところまで来てるんですけど、これに加えて音声の方はもうマシンパワー、今度はマシンパワーですよね。マシンレコーダー自体を非常にいい音で撮れるっていうものを今回で、マイクもこのバイノーラの中では実際に弾いてみた限りでは音が良さそうっていうふうに、もうこのハードウェアですね、こちらの方で音質をクオリティを稼いでますので、そういったものを組み合わせていろんな、動画できるか、慣れてしまえばそんなに引き上げた気合が入った話でもなくて、もう普通に日々の録画そして動画書き出しっていうルーチンでできると思うんですけど、まあ、その体制でちょっと今後やってみようかなというふうに思っています。ということで今日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。